はい、開眼寺源の吉木横館あと伝承地、この山の上に館があったんでしょうかね、すぐそこまで開眼寺のですね碑があるんですが、要するにこの今住宅街になってるんですけど、この周辺のことを言ってるんだと思いますね。ちょっとここからどこまでっていう、吉木横の館っていうとここじゃなくてもう一個ありますよね。あっちの方は今神社になってたと思うんですけど、発祥の地というか、完全に堀で館になっていると。あちらの海市、でしたっけ、あちらの方がなんとなく屋敷っぽいんで、あ私はあっちの方だなと思って、まあ、ここは屋敷って言ってもね、居住してたのか出先の屋敷なのかちょっとそれは分かりませんけど、ちょっと山のてっぺんにある館っていうのも、まあ、どっちかって言ったら城市お城の地で言えばそういう役目を持っていたじゃないでしょうかね。町の方へっていうか下の集落の方を降りるのにかなり時間かかりますから、この山の上にですね、建てる必要はなかったんじゃないかなと。だからここにあったのは、まあ、その巨漢って言えば巨漢ですけど、まあ文館というか、館の一つではなかったかなと思いますね。はい、源義教皇の館跡伝承地でした。